出発前二三日のことである。源氏はそっと左大臣家へ行った。簡単な網代車で女の乗っているようにして奥の方へ寄っていることなども近似者には悲しい夢のようにばかり思われた。昔使っていた住まいの方は源氏の目に寂しく荒れているような気がした。若君の目のとたちとか昔の夫人の侍女で今も残っている人たちとかが源氏の来たのを珍しがって集まってきた。今日の不幸な源氏を見て人生の認識のまだ十分できていない若い女房なども皆泣く。かわいい顔をした若君がふざけながら走ってきた。長く見ないでいても父を忘れないのだねと言って膝の上へこう座らせながらも源氏は悲しんでいた。左大臣がこちらへ来て源氏に会った。お暇な間に伺って何でもない昔の話ですがお目にかかってしたくてなりませんでしたものの病気のためにご奉公もしないで官庁へ出ずにいて詩人としてはのんきに人の交際もすると言われるようではそれももうどうでもいいのですが今の社会はそんなことででも何らかの危害が加えられますから怖かったのでございます。あなたのご失脚を拝見して私は長生きをしているからこんな情けない世の中も見るのだと悲しいのでございます。松瀬です。天地を逆さまにしてもありうることでない現象でございます。何もかも私は嫌になってしまいましたとしおれながら言う大臣であった。